こんにちは、ケイダーです。今日は2020年鬼畜クエランキングを紹介していこうと思います。去年とかは、まあ、クソクエって言ってたんですけども、まあ、ゴーストライカー様に敗北した身でね、クソクエと呼ぶには本当におこがましいことなんで、これからは鬼畜クエと呼ばせていただきます。申し訳ございませんでした。はい、というところで本題なんですけども、今の難易度ではなくて実装当時のもので評価していこうかなと思ってます。あと単純に難しいだけではなくて、多くのユーザーに大きなストレスを与えたクエストを対象にしてるんで、そういうクエストを選んできました。ただ超究極は難しすぎたので、今回はこのランキングには対象にしないんですけども、後ほど軽く触れていこうかなと思ってます。ではね、2年前からこの企画始めたんですけども、振り返っていきましょう。2018年は5位、ひらめきの遊戯場の楽屋の光源5、4位が近畿の国8の国ですね。で3位が不動明会で、2位が近畿1の国、そして1位が無理視点会でございました。去年ですね、見ていきましょう。5位が真珠の聖域歴世の3、4位が遊戯王コラボの闇魔陸、3位がラウドラの極み、2位が真珠の聖域の歴世の2、1位が近畿の国24の国ですね。まあ、去年結構えぐいなというところなんですけども、今年は正直真珠の聖域の追加なかったし、近畿の国の追加もなかったんで、なんかそんなにあるかなっていうふうに思っていたんですけども、去年と比べるとまだマシです。ただまあ割と大変なクエストはあったんで、振り返っていこうかなと思います。僕の個人的な独断と偏見によるものなんで、皆さんの意見もどしどしお待ちしております。ではまず5位紹介していきます。5位は絶球のヘルヘイムでございます。爆絶ですね。このクエストは重力バリアとワープがね出るクエストなんですけども、ビナー適正かと思いきや、まさかの反射ゲーでございました。ことごとくビナーが嫌われてる感じなんですけども、まあ、被ダメージが非常に大きい、かつ、まあ、剣のアイテムだったり盾のアイテムを駆使しないと、まあ、結構ねすぐに HP がなくなっていくっていうクエストだったんで、普通に豪絶より難しいレベルでしたよね。本当に気を抜くとやられちゃいます。で特にラスゲだったりボス1も難しいところだったんですけども、普通にバトル4とかかな、中ボスのところでもね、雑魚処理遅れると即死攻撃食らったりするんで、非常に難しいかなと思ってます。あとボスの覚醒後2ターン後にね、なんかボスがめっちゃ痛いホーミング打ってくるんですけども、まあ、価値が邪魔でなかなか盾が取れないっていうところもあったんで、まあ、ここも難しい点かなと思います。僕はもうね枠2で作ったんですけども、半金と当該をガチャゲン入れてまして、まあ、当該にボスにワンパンですね。これをして運極にしました。まあ、結構爆絶の中でも難しいクエストだと思いますので、まあ、今だったらビスケットも使えると思うし、まあ、作る際はビスケット推奨かなと思ってます。次4位なんですけども、SAO コラボのアドミニストレーターでございます。ダメをワープ、減速壁、パワースイッチ、エレメントエリアって言って、まあ、1回勝てばいい系のクエストだったんですけども、まあ、ギミックがモリモリだったんで、結構難しかったなっていう印象と、まあ、正直言うと初心者の方からするとパワースイッチも意味わからないし、エレメントエリアも意味わからないんで、これはクリアするには相当時間かかったんじゃないかなと思います。今考えると結構ギミックやばいっすよね。中ボスのソードゴーレムもめっちゃ HP 高くて、まあ、硬すぎましたね。しかも即死が7ターンとかできたんで、まあ早かった。まあ、一番難しかったところはラスゲなんですけども、あそこの雑魚処理めちゃめちゃ大変でしたし、ボス削るのも、まあ、キリといないと本当にしんどかったんで、あとは忍ぶとかで毒で強引に倒したりもできましたけども、今考えるとなかなか難しかったんじゃないかなと思います。まあコラボっていうと結構新規のユーザーが多いと思うんですけども、新規のユーザーにぶつける難易度ではないかなと思いますので、今回鬼畜クエと呼ばせていただきます。次ですね、3位なんですけども、こちらです。豪絶のノクターンでございます。地雷魔法陣、そして貫通の接待のクエストだったんですけども、まあ今でこそねユグのトライブパルスだったりジャスミンの、まあ、友情コンボで簡単に雑魚が処理できるんですけども、まあ実装当時はユグに気づくこともなかったし、まあ気づいてる人も中にはいましたけども、多分使ってなかった方の方が多いと思います。でそうなった時に本当にラスゲの雑魚処理めちゃくちゃ難しかったし、まあ、普通にバトル3もバトル4もね雑魚処理超難しかったので、ちょっとね、豪絶の中ではかなり難しい方だったんじゃないかなと思います。まあ、ボス1のね、あのトリケラトプスかつ価値の処理も難しかったし、なんか慣れるまでね、角度が分かるまでが時間かかったって感じですね。まあ、本当にこれ初見だとめっちゃ難しいクエストだと思いますので、ユグとかジャスミンに頼らなかったら、今でも本当にめちゃめちゃ難しいと思います。まあその分ね、ぶっ壊しキャラが出るのも早かったかなっていう印象なんですけども、まあ、完全にジャスミンによって壊れましたね。まあ次の超究極ハマってくれたら嬉しいなっていう感じのノクターンでございます。次は超絶のイザナミでございます。はい。
えって感じなんですけども、イザナミのハテナですね。ハテナの方、こちらは、まあ、今できないんであれなんですけども、モンスト公式チャンネル100万人記念かなんかで出たクエストでございます。まあ、超絶イザナミのクエストそのまま難易度を上げたクエストなんですけども、まあ、敵の HP ガン上がり、直殴り倍率ガン上がり、ヘダメージも爆上がりっていう感じなんで、まあ、全てに関して難しくなってるんですけども、特に難易度ハテナっていうものがあって、これが一番難しいんですけども、まあ、厳選必須級でしたね。マジで敵が硬いし、ボスも超硬いし、あとボスのなんか3段5かなんかの各3段あれがボスの頭上にキャラ置いてると、もう5万6万7万とんでもないダメージ受けるんで、まあほぼ即死級でしたね。あと反射レーザーも位置が悪くてね、いっぱい当たっちゃうともう10万とか平気で削られたんで、なかなかにヤバいクエストだったなと思います。まあ、爽快感がなかったっすね。最初のうちは楽しかったんですけども、やっていくうちにどん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 ね、ちょっとねストレスに変わっていきまして、僕の場合は。でしかも報酬がオーブここと、あとなんか称号ですね、なんか黄泉の主催神かなっていうだけのしょぼさだったんで、難易度と噛み合ってない報酬でございました。まあ、この報酬だったらね、本当にやらなくてもよかった難易度なんですけども、まあ、やっぱり難しいコンテンツをクリアしたいという意志が強いんで、まあ、頑張ったんですけども、まあ、正直このコンテンツはあまり流行らないんじゃないかなっていう印象ですね。またねクシナダとか来たら、まあ、キャラが強くなってる分楽しいかもしれないんですけども、まあ、イザナミに関しては本当にヒダメージがめちゃくちゃ痛かったんで、理不尽な負け方も多くて、ちょっと個人的には好きにはなれなかったですね。最後第1位なんですけども、鬼滅の刃コラボの鱗滝左近次さん、火属性4体ミッシュの方ですね。これがもうやばかった、本当にやばかった。まあ、鬼滅コラボのね超究極で、別に火属性4体じゃなかったらそんなに難しくなかったんですけども、まあ半属性ですね、敵が水属性なんで、こちらからすると栗属性で挑むわけなんですけども、4体っていうのはねきついよ。3体ならまだなんとかなったんですけども、4体は本当に難しかった。で結構ね、あの事前無課金攻略とかも試してみたんですけども、まあ、実現性皆無でしたね。クリアする方もいたんですけども、正直よほど運がいい、かつよほどの腕がないとクリアできないんで、動画としては正直まあ意味がないなと思ったので、僕は降臨キャラ2体の、まあ、まだ実現性がある編成であったんですけども、まあ難しかったっすね。ヘダメージは痛いわ、敵も硬いわ、そして原作再現のバトルさんのあの岩マジで硬かった本当にね削れなかったっすね。あれどんだけ叩いても HP 減らないし、ガッチガチやし、もうとんでもなかったんですけども、まあ、エクスカリバーが本当にね、ガチャゲンでは強かったなっていう印象でございます。あとは、張飛だったり、炭治郎も強かったんですけども、まあ、僕が攻略出したのは、ウォッカーを使った編成だったんで、ね、ウォッカーも普通に強かったかなと思います。まあ、とりあえず、ボスの攻撃も痛いし、まあ、何かにおいて、火属性4体っていうのは、鬼畜すぎました。報酬もね、勲章だけだったんですけども、それで良かったなと思いますね。まあ、諦められる報酬だったんでね。まあ、これがもし仮に、まあ、めっちゃ強いキャラが解放されるとかだったら、だいぶ荒れていたと思うんですけども、まだこれで良かったかなと思います。まあ、こういう感じですね。まあ、超究極に関しては、もう難しすぎるんで特別枠として紹介するんですけども、まあ、個人的にね、難しかったな、鬼畜だったなというクエストの難易度で言うと、4位が新加工トン、3位が新イチス、2位が新芝、1位が新伊達政宗かなと思います。僕が一番時間かかったクエストは新芝なんですけども、今やると一番苦戦するのはやっぱり新伊達政宗ですね。まあ、新イチスに関しては、正直ね、モンストって結構キャラゲーにはなりにくいんですけども、まあ、これは唯一ね、キャラゲーだったなって、もう断言できるほどね、キャラ持ってたらめちゃめちゃ簡単なクエストだったなと思います。で、新芝に関しては減速率になれたらね、簡単になるんですけども、まあ、慣れるまでがね、本当に難しかったし、まあ、かなり PS 要素が高めの貫通のクエストでしたね。で、新伊達政宗に関しては、もう全てが運ゲーっていうわけではないんですけども、味方配置も難しいクエストでしたし、まあ、その上味方3体くれないと最大火力ならないっていう点があったので、難しい上に、ヒダメージがね、半端ないんですよ。マジでこの間ちょっとやって思ったんですけど、いや、痛すぎる、本当にヒダメージ。進化コートンとかと比べると、マジでヒダメージが全然違うんで、ちょっと調整ミスなのかなって疑っちゃうレベルの、やばいダメージでした。まあ、次ね、今年まさかの最後に、超究極シンガラハットが来るんですけども、これがどういう難易度になるのか、非常に楽しみですね。
楽しみ反面恐怖なんですけども、そんな感じで紹介していきました。よかったらね、皆さんがね難しく感じた悔しさもコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。